鍵が導く心のままに。例えば、黒ヤギが自ら隠した手紙を白ヤギに探させるとするなら、そこにはどういう意図があると思う？急に現れて謎々か？答えはいくつか考えられる。隠した場所を忘れた。騙してからかっている。本当になくしてしまっている。シンプルに考えてもいくつか思いつく。つまり考えても無駄だ。じゃあおとなしく命令に従ってればいいって話？そう、これまではそうしてきた。任務の意味は考えず遂行するのみ。しかし私はついつい相手の考えを読んでしまう。職業病か？そんな中身もわからない箱がなぜ我ら機関にとって重要な駅となるのか。これは本当にゼアノーテやゼムナスの命令なのか。まあ一応な。ゼアノートが必要としているのは7つの光と13の闇の衝突。中身が不明な箱に興味を持つ可能性は極めて低い。だとすれば箱に興味があるのはゼムナスか捜索を言い渡したシグバール、お前だ。じゃあゼムナスの旦那だろう。確認したがゼムナスではなかった。おいおい、聞いたのかよ。目的は何なんだ？中身は本当に知らないんだ。でも古の時代からキーブレード使いに守られてきた箱、興味ないか？きっとキーブレード使いにとって重要な秘密が隠されてるって話。どこでその情報を得た？どこだったかな。俺の任務は情報収集。いろんな世界を飛び回ってるからな。どこかの世界の言い伝えだったか。なぜこのタイミングで箱を探せと言い出したの？おそらく他にも箱を探している者が現れ、自分と箱の関わりを知られる前に自らも箱の捜索者として第三者になろうとした。シグバール、お前は何者だ？まあいい、お前が何者だろうが私には関係ない。このまま道化を演じるさ。お前こそ何者だ、ルクソード？やっと終わったね。まだだよ。帰りのことは一度イエンシッド様のところに戻ってみんなで考えよう。うん、俺はこのまま行くよ。ソラ、俺の旅は帰りを探す旅から始まった。やっと取り戻したと思ったらまた離れ離れ。今回こそ一緒に帰れるはずだったのに、この場に帰りはいなかった。もう一人にさせたくない。僕たちもおいよ、一緒に。ありがとうドナルド、グーフィー。でも
これは一人じゃないといけないんだ。ソラ、君の目覚めの力は心を追って飛び回る力じゃない。カイリを助けることができたとしても君が元の世界に帰れなくなるかもしれない。大丈夫、俺なら何があっても必ず帰ってくる。でも、行かせてあげよう、ミッキー。リク、心が命じたことは誰も止められない。ソラを信じよう。うん、でも本当に気をつけて。ありがとう。どう？ああ、闇を払う衣、便利だ。でしょ？で、どうだった？世界は。悪い意味で。自分の存在意義を感じた。どういうこと？各世界の人々は何事もないように平和に過ごしてる。多くが正しい隣人を演じているが、それは表層的なもの。誰もがその心の奥底に悪意を秘めている。いびつな光ばかりが目につく。世界を巡り見聞を広げる修行の旅が随分な旅になってるみたいだな。よほど深い闇でも見すぎたか。力なき者、力を欲しても得られぬ者は力ある者を狡猾に貶めることで力を得たかのように錯覚する。そうやって人間は闇に染まっていく。自らの都合の良いものだけを信じ、自らを肯定する理由を後付けする。それを繰り返し負の連鎖になっていく。弱い人間はそうやって自己肯定していないと自信を保てない。多めに見てやってもいいだろ。いや、そんないびつな光なら闇に覆うべきだ。いくら力を得たかのように錯覚しても所詮は勘違い。実体は強者の皮をかぶった弱者。俺はむしろ彼らを肯定している。キーブレード使いが闇を肯定するのか。過激な思考だね。じゃあそのまま闇に覆われていくの放置しとけばいい。無秩序に放置すれば悪意が世界に蔓延する。誰かが制御すべきだ。矛盾してないか？闇を肯定するなら傍観者でいればいいだろう。心を理解するのは難しい。他人の感情ならなおさらだ。自分が理解できないことを矛盾だと結論付けるのは簡単さ。厳しい。悪い意味での存在意義ってことか。俺に何ができるかわからないけど、放置はできない。闇に覆われた先が大事だからな。いびつな光の決断に左右されるのは、
確かに不幸なことだ。君は？力を持つ強者は闇に覆われていく先の世界をどうしたいんだ？強者か。さあ、もうすぐこの修行の旅も終わり、マスター承認試験がある。そこではっきりするんじゃないかな。落ちれば弱者ってこと？それは違うな。試験の結果は関係ない。存在意義を感じたんだろ。それが君のなすべきことなんじゃないの？不思議なことに、なぜか自分がこれから先進むべき道、なすべきことは感じてるんだ。そう、この衣もなぜか懐かしいというか、着るべくしてきたというか。いや、多分君それ着なくなるよ。どういうこと？必要性を感じなくなるってことさ。どうして？君が本当の強者なら闇に支配はされない。そんなもので身を守る必要はない。むしろ闇を支配する側になるからさ。俺なんて怖くて怖くて、とてもじゃないけど脱げないけどね。あんた何者なんだ？占い師か何かか？例えば俺が占い師だと言っても、本当は画家かもしれないし、学者かもしれない。俺の目的が世界平和だと言っても、本当は世界の滅亡かもしれない。自らの目で見た事実だけを真実とすればいい。で、名前は？焼き喧嘩。まあいいや、もうもったいぶる意味もないし。俺の名は ロストマスターの一人だ。ロストマスター。鍵が導く心のままに。どうしたんだじいさん、思い出し笑いか？少年時代と青年時代の狭間、ある人物との出会いが私をここまでたどり着かせた。彼が何者だったのか未だに定かではないが、今なら真実がわかる。ふん、解雇的になってる場合じゃないだろう。空を奪われ13個目の器を失ったまま揃った12人も、今ここに集まってるのはこの3人。本当に他の奴らは各々の時間に戻っちまったのか？マールーシャ、ラクシーヌの2人はこの時間に現存し、すでにニューセブンハートの調査中だ。ルクソードも同じくこの時間に現存するが、前回の集結の際、お前から何か指示されて動いているようだ。何を指示した？ああ、そうなのか。まあ、ルクソードへの指示は今後の我らに有益なものだが、
今すぐ関わる問題じゃないって話。続けろ。相変わらず秘密主義だな。まあいい。アンセム、ゼムナス、バニタス、リクレプリカ、若きゼアノートの5人の心は一旦は元の時間に戻りはしたが再集結した。すでに各々が光の守護者を追っている。まず人間として復活し再びノーバディとなったのが俺とお前、ルクソード、マールーシャ、ラクシーヌの5人。過去の時間からレプリカに心を移したのがアンセム、ゼムナス、バニタス、リクレプリカ、若いじいさんの5人。そこになんだか知らないけどじいさん加えて11人。あと2人ってことか。今回の集結は起点となる我に紐づくものだ。元の肉体のままではなく各時間で別の体に分けた我が心が消滅したことで元のこの姿が形成し直された。完全なる消滅をもたらすには心と体が元の姿の状態でなくてはならない。自ら心を何度も分けていた理由はそこにもある。アンセムとゼムナスの元となった我が若き器テラの姿も復活したが、我が心はこの元の体に、テラの心は闇に、よって心が不在の空の器となり、そこにはテラと融合した時間の我が心を宿した。それで12人。あと1人、空の代わりは？ビクセンが作っていたレプリカは20体。初期の12体は人の姿を形成できない傀儡。そしてプロトタイプとしてリクレプリカが作られ、次にナンバーアイが作られた。あと6体の素体にはアンセム、ゼムナス、バニタス、リクレプリカ、若きゼアノートを移し、そして残りが1体。ビクセンとデミックスも加えるつもりだが、あくまで補欠。残ったレプリカの素体一つに空に関わる心を移す計画だが。空に関わる？何か当てがあるのか？リクレプリカの後に作られたはずのナンバーアイ、記憶にはないがビクセンの記録が残っていた。それが空の記憶に大きく関わる存在らしく、器としてはより有効に使えるはずだ。ナンバーアイ、虚数か。皮肉なもんだ。若きゼアノートが人形に心を宿す実験に向かった。俺はビクセンを迎えに行き、13人を揃える運びになる。さすがだな。俺が余計な心配をする必要はなかったって話。じゃあ俺も進めるか。では計画通り。鍵が導く心のままに。ん？ここは。チリシ、来るの早くない？
どうしたの？実は。いくら目覚めの力でも命を戻すことはできないよ。カイリの心はまだ消えてない。命は消えてないってことだろ。でも聞いた限り状況はこの間より深刻だよ。前は6人の心も戻せたんだ。今回だって。それも本来の使い方じゃないんだよ。目覚めの力は眠った心を目覚めさせて戻す力であって、心と体の消滅から取り戻す力じゃないんだ。君はそれを6人に使って、その結果その時間自体もなかったことに書き換えてしまった。禁忌を犯してしまってる。禁忌？やっちゃいけないこと。禁忌を犯せばそれ以上の代償を払うことになるんだよ。あいつにも言われた。代償って何なんだ？力を失ってもう目覚めの力は使えなくなる。なんだ、そんなことなら。それだけじゃない。君自身がこの世界から消えてしまう。力が失われるから元の世界には戻れなくなる。でもやるよ。後のことはわからないけどさ、俺が今できることはそれしかないから。カイリを取り戻すためにできることをやる。俺の旅はそこから始まったんだ。止めても無駄だよね。心が命じたことだから。じゃあ本当にこれが最後になるから、僕の言うことを忘れないで。うん。君はまた過去に戻る。でもこれは前のような書き換えはできない。どんな理不尽な出来事も受け入れて進むしかない。みんな大丈夫かい？今の君の心はもうその時間に存在していた。君の心が過去に戻ったこと自体、もともと起きていたことなんだ。戻る場所は君が運命を書き換えたタイミングから新たに書き換えてしまったことでできた時間の得意点。本来の目覚めの力から大きく外れることがないように、君はそこで守護者の心を経由して帰りの心へとたどり着く。守護者たちがそれぞれ抱えていた気持ち、悲しみ、不安、恐怖、優しさ。彼らがその時何を思い何を見ていたのか、君がそれを払い彼らの心をたどることでより深い心に触れていく。たどり着いた先で何が待ち受けていて何ができるのかはわからないけど、心のつながりをたどる中でこれまで見えていなかった真実を知り、君の大きな力になるはずだ。ただ過去の時間の流れの中で君がここへ旅立った時がタイムリミットだから、それまでにカイリの心を取り戻さないといけないよ。助言できることはこれで全部。あとは君の心のままに進んで。鍵が導く心のままに。これはベンの心。ベン！ベン！
んだ。誰なんだ。闇？バニタス。お前かっ、うん、アクセル。ダメだ。やめろ。ここはアクアの心。ベンの心の静けさとは違う。ここはそう、恐怖。なんだよこれ。しっかりしろ、ソラ。三人の姿は消えていない。心もまだ離れていない。守るんだ、みんなを。ああ、三人で戦いましょう。ミッキー、カイリー、グーフィー、三人を頼みます。無理はしないで一度撤退しよう。そうはいかないようだ。Oh.
アクアの中に残る恐怖と絶望、俺の中にも入り込んでくる。本当にテラなの？なんだよアクア。あなたの中にテラはいない。テラの体を返しなさい。ここは？得意点を通過したのか？ソラ？ナミネ？どうしてこんなところに。あなたまで姿を失ってしまったの？いや、いろいろあってさ。それよりナミネはカイリの心と一緒じゃないのか？これで13人目。お前たちはここで敗北する。何よ。13の闇にたどり着くこともなく、この場で心は肉体を離れ我が身を散らす。だが安心しろ、キーブレードはここで完成する。うん、まだ戻れてないの。今テラの心に呼びかけてここに彼を連れてきた。テラを？うん、テラの心は深い闇の中にいて来られない。でもテラの強い思念を代わりに連れてくることができた。彼はテラの悲しみ、怒り、無念。テラの思念。お前たちに負けることはない。お前は何なんだ。ゼアノート。なぜ動ける。この時待っていた。
亡霊ごときが。マスターゼアノートをその身に宿すお前はアクアやベンの脅威となる。友のために自らの身を滅ぼすか。お前を消滅させるためなら手段は問わない。ナミネ、テラに呼びかけられないか。今はテラの怒りが強すぎて呼びかけに応えてくれない。どちらがダメージを受けてもテラが危険だ。とりあえずナミネはここから離れて、あの海と空だけの世界で待ってて。空は？つながりをたどる。砕けろ！違う時間の自分が同じ時間に現れる。自分だけが使える力だと思ってるのか？貴様。禁断の手段を使ったということは、その身を捨てる覚悟ができたということだな。闇に飲まれろ！
盤が詰まってる。もたもたするな。使えないとダメか。お前がキーブレードだって。ああ、その資格はある。どういうことだ。じいさんから受け継ぐ約束になってた。それでこれまで協力してきたって話。お前に扱えるものじゃない。どうかな。なんだ。お前はアンセムに乗っ取られた時の俺じゃないのか。その時のリクは今のお前じゃないか。あれは俺だ。やっぱりな、この体はレプリカだ。俺はこの時を待っていた。新たな器を手に入れる時を。何やってるんだ。復活するんじゃないのか。俺はもういい。お前がいる。まだ助けないといけない子がいるだろう。その器を使え。お前、ナミネのために。ナミネの器って言ってたよな。ああ、すぐにでも届けたいけど、今は。
そうだな。俺はアンセムを追う。わかった。俺はみんなのところへ。待っててくれ。戦いが終わったら必ず。あれ？まだいるの？お前は13機関。ああ、違う違う。俺が戦いに来たんじゃないから。俺？デミックス。まあいいけど。俺はそっちの味方というか。あ、ほら、これ見て。これ、君たちも持ってるやつだよね。ゼクシ、いや、イエンソからもらったんだ。これで信じてくれる？何しに来たんだ？極秘任務ってやつ？もう一体、レプリカの素体が必要らしくてさ。ここでの戦いで手に入るかもって、ゼク、いや、イエンソたちに言われて待ってたんだよね。本当に大丈夫なのか？大丈夫だって。俺もう実績あるし。それはただの抜け殻じゃない。もう大事な思いがこもってるんだ。何かあったらただでは済まさない。本当に大事に届けてくれ。俺向き。ゼムナス！早速使わせていただこう。また賭けをしよう。ルールは簡単。ここに巻いたカードから私を見つけて倒せば君の勝ちだ。王様、すぐ助ける。やはり君は勝負師に向いている。これは
ジョーカー、勝負の切り札になる。取っておくといい。賭けの取り分だ。今度会った時は人間として勝負だ。次のゲームを楽しみにしておこう。ありがとう。人間に戻るだけだ。ずいぶん生意気な口聞くようになったじゃない。私はね、あんたたちに負けたことが気に入らないの。でも、まあいいわ。あんなじいさんの器になるのもゾッとするし。だったらなぜ。あいつに付き合ってやっただけだよ。あいつ？秘密。それは笑ってるふりじゃないよな。ああ、久しぶりに自らに心を感じている。そうか、よかった。私が何者で何のためにこの世界に存在するのか、ようやく取り戻せそうだ。感謝するよ、ソーラ。はゼムナスを追う。ソラはみんなのところに。うん、テラ。あれはテラじゃない。理解してベン。呼びかけ続けないとテラは帰ってこれない。帰り道を照らし続けるんだ、ベン。おいおい、俺は虫か。バニタス、お前も帰るんだ。はあ？お前に取り込まれろって？それで俺はどうなる？お前に溶けて消えるだけだ。兄弟によくそんな残酷なことを言えるな。兄弟じゃない、同じ存在だ。お前本気でそんなこと信じてるのか。え？俺とお前はもともとは別の存在。俺がお前の中に長い間隠れていただけだ。ゼアノートはそれを剥がしただけに過ぎない。だったらまた俺の中に隠れていろ。へえ、言うね。己の身に闇を宿すか、ベントス。だったら俺の闇も受け入れてみろ。その顔でこれ以上余計なことを言うな。キーブレードマスターが怒りに任せてキーブレードを振るうか。
お前には因縁がある。闇に落ちた時、闇の世界で一人さまよっていた時、そしてここに来てから、私はこの10年決めていたことがある。ゼアノート、お前をそこから引きずり出してやる。アクア、ベン、ソラ、俺はベントゥスの欠落した存在。お前はそんなベントゥスの心を補った。だから俺はお前から姿を補わさせてもらった。俺はベントゥス、ソラ、二人によって形作られた。俺たちは欠落を補い合っている兄弟なんだよ。そう思うなら、なぜ敵対するんだ？協力し合えばいいだろう。それが俺の生まれた意味だ。俺が闇だからこそ、お前たちは光として存在できる。協力し合えているじゃないか。そんなこと、そんなことは頼んでない。どっちが光だとか、どっちが闇だとか、そんなことは分ける必要はない。俺は俺、お前はお前、自由に生きればいい。自由？ああ、自由に生きているさ。こうしてな。闇に囚われていることが自由なのか？それが俺の選んだ生き方だ。そうか。それでいいのか、バニタス。
テラ、俺が助けるよ。俺はどうなったんだ。テラの思念の中から飛び出して一緒にゼアノートと戦った。闇に飲まれろ。そうか、ここはテラの心、俺を守ってくれたのか。アクア、ベイン、ずっとつながりを絶やさずにいてくれたおかげだ。よかった。ベンの声が聞こえた。やっぱりお前が俺を助けてくれたんだ。ありがとう。二人はすぐには戦えない。テラ、二人を頼む。ダメだ、ソラ。俺も行くよ。今無理をしても、かえって仲間が危険だ。そういう相手だ。ソラ、お願い。私たちは後から追うわ。うん。ああ、任せといて。因縁の対決って感じだな。橋のやつは知らねえけど。
その通り。だがその橋の者こそ誰よりお前と因縁がある。お前が光側の想定外なら闇側の想定外だ。そりゃ光栄だな。我々にこのメンバーの記憶はなかった。忘却の彼方は真の存在しないもの。ビクセンの残した記録、若きゼアノートの実験、それらによって導き出された。誰の記憶にも存在しなかった。本人すら自分が何者か分かっていなかったのだ。私自身ビクセンの記録を見るまでは、なぜ忘れていたのかすら思い出せなかったが、まさしくこの戦いのために作られた駒。誰だよ。そっちはセブンハートを守護者にするほど人手不足なのか。俺が想定外、帰りは切り札ってとこだ。え？セブンハートをわざわざ連れてくるとは、お前たちは無能ぞろいだな。はあ？7と13の衝突、それを成し得なくともセブンハートで代用が可能だ。だからこそ我々はお前たちを消そうとしてきた。まさかとは思うが、勝つつもりなのか。当たり前だろ。お前は勝てないアクセル。はあ？アクセル。お前の力がどの程度であれ、このメンバーをお前は倒すことはできない。たとえお互い記憶がなくともな。だったら試してやるよ。なんだそのキーブレードは。どうして空と同じ。まさかロクサスじゃないだろうな。ロクサス。ああロクサスじゃない、アクセル。準備はいいか。遅かったじゃねえか。目を覚ませ、アイザ。セブナス。今までお前には裏切り者の始末をさせていた。だがそのお前が裏切ったのなら、リーダーである私が始末しなければな。そりゃわざわざご足労だな。でももうあんたは俺のリーダーじゃない。ああ
お前は奪われたチェスの駒、ボード上から退場した存在、もう何の役に立たない。悪いが、俺はこれでも人気者だ。みんながまだ俺を頼りにしてるんだ。そうか、フェードアウトはできねえ。記憶したくない。付け焼き刃のキーブレードなど素手で十分だ。お前という想定外によって我らの計画は何度か狂わされた。最後はせめてその光に染めた心を闇に捧げろ。お前も裏切るのか。命を奪えば目的は果たせない。必要なのはぶつかり合う光と闇の心。魂は必要ない。そうか、お前たちも親友だったな。ならばお前が命を奪え。お前誰なんだ。もうやめよう。君だ。もういい、もうやめろって。もういいんだよ。しよう。使えない人形だ。シュン。キーブレードを失ったお前にまだ光の守護者としての資格があるのか。所詮代役は後回しでいい。ここがロクサスの心？どうして？ソラ、ロキサス、頼みがあるんだ。わかった。俺に考えがあるから、タイミングを待って。
触るな。なぜお前が。レプリカの中にな。なぜそれを。俺をこの世界に戻すために多くの人が力を貸してくれた。賢者アンセム、ゼクシオン。彼らだけじゃない。お前は誰からも心からは信頼されていなかった。心か。俺がこの世界に戻るためには最後にどうしても必要なものがあった。それはつながりだ。空が俺をこの世界につなげてくれた。親友たちのもとへ。待ってた。したいものがある。それが俺をこの世界に留める最後の鍵。そのタイミングを作ってほしいんだ。わかった。俺に考えがあるからタイミングを待って。ロクサス、今だ。魂を見届ける。うん、無能な元駒王は盤上から排除する。ノクサス、シオン。取り戻すんだ。印。ああ、
俺たちはゼムナスにつけられた異端の印から始まった。因果だ。俺たちのつながりのルーツだ。ゼムナスが消滅すれば共に消滅する、単なる印。でも俺は自ら取り戻したかった。三人のつながりの始まりを。これが最後に必要だったつながり。だからソラに頼んだんだ。ゼムナスを倒す前につながりを取り戻す機会を。ならばその心を最後の舞台で散らしてやる。カイリ、ソラ、光の欠落をお前が埋めるがいい。そこに転がる闇の欠落をスペア。セルは休んでて、あなたの代わりはロクサスが、私はカイリーの代わりに戦う。まあキーブレードに関しちゃお前らが先輩か。なんだ、その顔は。ったく、いいように操られてんじゃねえよ。もう、おまじないは必要ないんじゃないのか。ああ。だったら、そんな顔するな。お前こそ、もう無理はやめろよ。ずっとあの子を探してたんだろ？そうかもな。俺は奴らの味方になってまで真面目に探してるのに、お前は忘れたかのように他の友達を作り、楽しそうに過ごし始めた。そんなお前に苛立ちしか感じなくなった。目的が遠ざかった感じがしていた。忘れたことはない。ああ、分かってる。お前はそんなやつじゃない。多分羨ましかったんだ。素直だな。こんな恥ずかしいことを人間に戻ってからは言えないからな。またな、アイさん。またな、リア。帰りを追って先に進め。ああ、じゃあ行くよ。あとは頼んだ。さてどうするか。
アイス買ってくれよかったな。アクア、テラ、ロクサス、そして自分自身、五人の守護者の心は辿った。あと二人の守護者の心を辿った先に、カイリの心がある。タイミングはどこだ？リク！王様！ソラ！遅いぞ。悪い。ゼムナス！カイリはどこだ？カイリがどうかしたのか？ゼムナスに連れ去られた。落ち着け少年。ソラだ。13の闇と7つの光は衝突によってここに9つの鍵が揃った。鍵？残る鍵は4つ。これから最後の4つの鍵を生み出すこととなる。結局13人全員と戦わなければ鍵は揃わないだろう。何のためにプリンセスを捕らえたと思っている？カイリ、キングダムハーツが出現してもお前たち4人を倒し扉をすぐ閉じてしまえばいい。そうだな、そうかもしれん。お前たちが無事ならばな。アンセム、これで俺とお前の旅も終わる。不思議なもんだな、なんだか寂しさを感じる。お前は闇さえ包む強さを持っている。もう負けていたようなものだ。少し悪あがきも考えてみたが、我々の仲間に裏切り者がいると知っても、正直どうでもいいと思っている自分に気づいた。アンセム、さあ行くがいい少年よ。お前たちはまだ探求の旅を続けるのだ。今のお前には心があるんだろ。何を感じてる？これでよかったのか？そうだな、私は仲間も得たが、彼らを捨て駒にもした。結局残ったものは孤独。長い時間忘れていた感情がやっと戻ったと思えば、それは寂しさだった。
こんな感情ならやはり必要なかったな。それが人間だよ、ゼムナス。そうか、人間か。人間は強いんだな。何がおかしい？言ったはずだ。大きな代償を払うことになると。だから代償ってなんだよ。俺は元の世界に戻り、未来へと進む。だがソラ、お前は違う。お前の旅は終わる。はあ？さようならソラ。お前はこの世界から。最後の一振りだ。さあソラ、光と闇の最後の衝突だ。カイリー、どうして。知恵のキーブレード戦争の続きを。おお、これぞ真のキーブレード。さあ、真のキングダムハーツよ、我にまだ見ぬ世界の真理を。やっぱり三人で一人前がいいよね。ドナルド、グーフィー、バッタ、
うん。で、あれは、よさぶらんや、あれは、それは。ソラ！王様？止めなきゃ。よかった！僕の声が届いてるんだね。もうキングダムハーツは開かれた。うん。帰り王様、カイリが。らしくないな。砕かれたカイリはまだ取り戻せる。みんな、どういうこと？マスターゼアノートは策をいくつも講じる。セブンハートであるカイリを結晶化して手に入れたんだ。キングダムハーツを完全に開くまでの保険、最後の一手として。どうやって取り戻せば。一つだけ可能性がある。王様、レク、大丈夫なのか。心配ないよ。ああ、可能性って。承認試験の時、ゼアノートは自らがポータルの存在になったことを告白したはず。それを使えば場所も時間も超えられるはずだ。うん、でも危険な戦いになる。アクア、リク、僕ら3人でゼアノートをこの世界から引き離そう。わかりました。待って、俺が行く。ソラ、一番まずいのはキングダムハーツだろ。ゼアノートは俺に任せて、みんなは扉を押さえてよ。一人前だからな。みんな急ごう、闇が広がっている。ソラ。ああ、君は。カイリは大丈夫だよ。心を感じる。ありがとう。行くぞ。この後最終決戦を終えても帰りは戻らなかった。このまま過去の自分と行動を共にしても帰りは見つからない。どうすればいい。帰り、どこにいるんだ。ゼアノートのポータル。ここだ。
うまくいったのか。まだ俺たちは来てない。今のうちに帰りを探そう。カイリの心を感じる。あ、カイリ！これで5つ。あといくつあるんだ？あと2つだ。え？どうしてお前が？お前が回収していたカイリは私が隠した。いて当然だろう。それより、お前は一人で来たのか？ああ。代償を払う覚悟はできているのか？お前もかよ！あと二つ、帰りを返せ！少し遅かったようだな。はあ？しまった。どうやら先の時間で帰りを取り戻せなかったようだな。それでお前は再び過去のここにやってきた。だが、ああやって元の時間のお前が来た以上、同じ運命をたどることになる。どうすれば？さあどうする？もう時間がないぞ。来るぞ。世界に飛ばされるとはな。マスター・ゼアノート！見よ、この街を。これこそかつてのキーブレード使いの都。世界はこの街を起点につながるのだ。全ての時間の我が集う、かの地スカラハド・カエルムに。急がないと。大丈夫か？俺。
とっさに自分に戻ったけど、どうすればいいんだ。このままだと、カイリを連れ戻せないまま時間切れになる。あと二つ、カイリのかけらを。あと二つ?あと二人の守護者の心をたどれば、どうやって?いつもみんなは言ってた。俺が心のままに進めばいいと。俺の心、心はつながってる。つながる心。そうか!もし、キングダムハーツが開いたら、どうなるんだ?それはわからない。ただ、真のキングダムハーツが出現してしまったことに違いはない。この後、何が起きるのかも予想がつかない。このまま抑えていれば消えるんじゃないの?いや、それができるのもキーブレードだけなんだ。そんな…今は空を信じるしかない。そうだね。あれは。お前の計画はもう終わりだ。なんだよ、あれ。力を合わせるんだ。つながりを信じて。リク、大丈夫かい？ああ、俺たちならやれる。行くぞ。あ、リク！
みんな、あ、俺からリク、リクから王様、つながりをたどったんだ。これで七つ。王様の光は俺が受け取った。あとは任せて。光だ。そうか、この光をつなげれば。光を鍵穴に。あっ。
帰り。カイリー、準備はできてる？うん。心が俺の力だ。空と帰りはどこだ？いたよな。ああ、空は帰りと一緒にいた。だから大丈夫だ。さあ、空とのつながりをたどろう。
カイリー、帰ろう。みんなが待ってる。うん。あ、どうしたの？うん、友達がいるはずなんだけど。おーい、チリシー。うわ、なんだよ、そばにいたのか。僕だって一応気使ってるんだから。はじめまして。あ、はじめまして。無事でよかった。でさ、俺たち帰るんだけど、チリシも一緒に来なよ。やっぱりさ、会いたい人を待つだけじゃダメなんだ。離れていても確かに心はつながってる。どうしてもそばにいられないなら、その時を待つのも仕方ない。でも、もしそばにいられるなら、そばにいた方がいい。ソラ、ここはさ、確かに綺麗な場所だけど、一人で見るより大事な人と一緒に見た方がいい。さっきカイリと一緒に見て思った。何かを共有し合うのも時には大事なことなんだ。だから一緒にここを出て、チリシーの友達のところに連れて行くよ。よし、行こう。
やっとこの手に戻ったか。お前が我らを呼び戻したのか。ああ。姿が違うか、ルシュなのか。その名で呼ばれるのは懐かしいな。今はシグバールって名前でやってるが、まあいいさ。本当にルシュなの？ああ、いろいろあってルシュだった頃の体は捨てちまったけどな。その後何度か姿は変えたが中身は変わってない。何があった？どうなっている？説明しろ。ずいぶん時間がかかったが、これで俺の使命は終了だ。使命？アバはやっぱりいないんだな。やっぱり？アバには俺の使命は伝えたんだけどな。意図的にアバだけ呼び出さなかったってこと？いや、アバはアバの使命を全うしたんだろう。回りくどい！ルシュ、お前の使命とは何だ？長い話になる。そうだ。それは？新しいゲームらしいんだけどさ。黒七つ？そっちは？こっちは。Oh.